シアタートラム二人芝居毛皮のヴィーナス8月9月公演で演出を担当します五戸まりえです。作品との出会いは、私は映画を見たのが一番最初だったんですけれども、映画の世界で二人しかやっぱり出てこないんですけれども、二人の会話の濃厚さといいますか、激しいコミュニケーションの深さといいますか、お互いに惹かれ合ったりとか、その駆け引きがものすごく激しいのが面白いなと思いまして、でこの戯曲を読んでみたいと思い、戯曲を読んでみたら、やっぱりほとんど映画と同じなんですけれども、1870年という時代を描きながら、現代も描きながら、さらに昔のアフロディーテがいた頃のギリシャのことも思い浮かべられるような、ちょっと男女2人の駆け引きを通して、時代を超えてずっと続く男女の駆け引きについて想像させられるような奥行きを感じまして、やっぱりすごく演出してみたいと思いました。毛皮のヴィーナスという作品は、やっぱりこのやり取りの生々しさですとか、このやり取りの深さ、強さがエロチックだなと思うんですね。男と女が惹かれ合う力について演劇的に分析して、再構成して表現していくことが必要かなと思うんですけども、なのでどういうふうに感情が動くかとか、どんな欲望が湧いていてこのセリフを相手にかけるのか、それを相手はどのように受け取るのか、受け取ってないのかとか、その辺のやり取りをスリリングにしたいので、とても細かく出演者の高岡さんと溝端さんと話し合いながら作っていきたいなと思っています。高岡早紀さんとも溝端淳平さんとも、私は演出助手として一緒にお芝居を作る現場でご一緒させていただいたことがあるんですけれども、高岡さんについては姉御肌といいますか、とってもかっこよくみんなをリードしていくような潔さみたいなものがある方だなと思いまして、その上で細やかさもあって、細やかだからこそみんなのことを考えられてリードしていける方なのかなと、なんかこの人格的に尊敬する女優さんなんですけれども、それでいてなんていうか、人柄だけでなく魅力、その何かを演じた時の色気みたいなものが強い方だなと思ってまして、パンダという役はもうなんていうか、年齢を超えたような女性そのものみたいな存在として描けていけたらいいなと思ってるんですけど、高岡さんぴったりなんじゃないかなと思ってまして、出演していただけてとても嬉しいです。溝端さんとも森慎太郎さん演出の管理人というシアタートラムで上演したお芝居でご一緒したんですけれども、その時のやっぱり溝端さんが演劇に対する姿勢、お芝居に対する姿勢がものすごくびっくりするぐらい真面目で、ストレートな方だなというのに、稽古の時になんか、あ、こんな真面目な人がいるんだと、なんか黙ってればかっこよさだけで売れるぐらいかっこいい方なのに、こんなになんていうか、一生懸命稽古したりとか、その何ですかね、前向きに努力するみたいな、このエネルギーみたいなものにとても惹かれていたんですけれども、このエネルギーがトーマスという演出と脚色をしている本案をしているこの男性と被るんじゃないかなと思いまして、演劇に対する熱意みたいなものが非常に強い男というふうに描いていきたいなと思ってまして、これもまた溝端さんに演じていただけるのがすごく楽しみだと思っております。毛皮のヴィーナスという作品は、少し何と言いますか、男女の惹かれ合いとかについて、あとマゾヒズムについて描かれていくので、ちょっとエロチックな面があると言いますか、人間の
芸術的なエロスとは何かみたいな、ちょっとですね大人な芝居なんですけれども、日本人のお客様にはちょっとなんか恥ずかしいとか思っちゃうところもありそうでないと言いますか、なんかそのエロティシズムを演劇的に分解して再表現することで、とても楽な気持ちで見ていただける大人のお芝居にしようと思っているので、ぜひ楽しみに来ていただきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。